がさ世界で差を埋めるためっていうか別に聞くわけじゃないけど、今ヨーロッパがサッカー伸びてきてる中で日本が伸ばすべきポイントはまだ考える？いやもうチームとしてやれることを増やしていくしかないと思う。チームで対抗するための戦術、そのやり方を継続してある程度やっていかないと、個でもちろん戦えるのがベストだしとは思うけど、やっぱ多分限界はあると思うから、じゃあ1対1じゃ勝てなくても2-1にしたら勝てるとか、なんかそういうところでもっと頭を使ってやっていけばいいんじゃないかなと思うかな。それ聞きたかったやつ、日本が世界で勝つためにはっていう。今海外挑戦するさ若い子たちも増えてきてるやん、うん、それについてはどう思う？やっぱりブッチーももっとみんな出て海外に出て戦って経験積んだ方がいいと思う。いいと思う、絶対。なんか別にそこで成功しようがしまいが、多分いろんなことを知るきっかけになるし、海外に出ようって思ってる選手たちってある程度日本ではできる子たちが多いと思うけど、やっぱ成長するためにいろんなものを乗り越えていくっていう部分では海外に出るからこそ分かることだと思うから、なんか本当に上を目指すなら絶対出るべきだとは思う。それ聞きたかった。いやでも結局人それぞれだからね、考え方ってとは思う。でもやっぱ勝ちたいじゃん、やるからには自分はね。なんかだから本当に勝ちたいって思ってるなら出なよって思うかなっていう感じ。代表でさ、マナはさ若いさいい選手とやってさ、日本でこっしかやってない選手いっぱいいるじゃん、出なよとか言わないの？うちオリンピック負けた後のロッカーで速攻言った。いやもうみんな海外だなってそうだったよ、うん、でもやっぱ強度も違うし、じゃあ別に日本のサッカー否定するわけじゃないけど、結局で世界で勝つってなったらやるの世界の国の人たちだしってなったら、やっぱちょっと違う部分はあるかなと思うから、もちろんWリーグに海外の選手がたくさん来て盛り上がるのがベストだけど、やっぱ多分もうちょっと時間はかかると思うの。だからこそ、まあ、出れる選手は出るべきじゃないかなと思うか。なんか真面目だねちょっと。一個聞きたいこれ。はいどうぞ。ナナが今一番海外に出てほしい選手は？難しいな。いやもうみんなよ。でもディフェンスの選手たちは特に出るべきだと思う。やっぱシュート打ってくるタイミングとかスピード感とか、じゃあここでクロス上げてくんのとかっていうのは多分サプライズな部分というか、海外に出て感じることって多いし、それが多分当たり前になってからの代表での試合ってなったら、海外に出てよかったなっていう実感は得れると思うから、まあでもみんなだね、みんなみんな。ありがとう。はいはい。そしたらブッチーが海外に出てさ、やっぱさ辛かったりさそういうこともあるわけやん絶対、うん、一人で生活して、まあ、孤独を感じるというかそういうのもあるやろうし、でもそれをどういう風な気持ちっていうか、どうやって切り替えて乗り越えてきた？孤独を感じたことがない。いやなんだろう、なんかわかんない、孤独感じてるのかもしれないけど、でも優しいからみんな、チームメイトも含めて、で周りに助けてくれる人もいるし、なんか孤独だ、あ辛い、孤独すぎるっていうのを感じたことはなんだかんだない。今だって携帯もあるしパソコンもあったらさ電話もできるじゃん、いろんな人と。だからそれはないかな。まあ、でもチームに馴染むためにやるべきことはあると思う。じゃあご飯に誘われたら行くとか、積極的に喋れないながらもいるとかっていうのは、ね、ドイツがあったからこそ学べてることだと思うけど、そこはあるかな。すごい、それすごいいい話。だってさ絶対さ海外に行こうってさ踏み切れへん人がいると思うやんか、なかなか、うん、行きたいけどちょっとな、一人で寂しいしな。まあ、でも向き不向きはあると思うよ、やっぱその人の性格もあるし、孤独に耐えられない人もいると思うけど、でも別に耐えられなかったら帰ってきたらいいしとは思う。だからなんかやってみないと分かんないじゃんっていう、もうシンプルにそれだよね、サッカーの部分も生活の部分も。ほんまそれ。いや思う、ね、マナとかアスってさうちからしたらさ、うちさ向いてなさそうな人じゃん、どっちかっていうと。そんなことないけどね。ない。でもうちからしたらその人の気持ちめっちゃわかるもん。いやうちは海外に向いてない人間だって思ってたから、じゃあ例えばマナとかアスが海外で活躍してるのとか見て、サキとか海外に行ける人の性格だって思ってたけど、
海外に来て思うけど、経験してそういう性格っていうよりはそういう事実がある中でどうやって落とし込んで結局サッカーのために自分をやってるんだみたいな感じでこう乗り越えていける適応力がどんだけあるかなって思って、性格っていうあれじゃないよね、うん、結局さ分かんない、自分とかさ19で海外出てんのだから、うん、海外に自分は向いてます向いてませんってなる前にもう飛び出ちゃったから、うん、だからもうなんかそこでどうするかじゃない、結局もうなるようになるし、サッカー頑張ろうと思って、でも結局さ何だろう、中心はサッカーじゃん、だからサッカーが充実してたらそんなに孤独って感じないし、だからサッカー頑張ってればなんとかなるんだよって思う。いやめっちゃわかるその気持ち、でも出た人しかわかんないところもあると思うからぜひ出てほしいよね、うん、楽しいよね、いろいろ人生も含めてとは思うけど、まあわかんない、そんなめっちゃおすすめはできないよね、人それぞれだしいやなんかわかるでしょうね、言いたいことはわかるおすすめはするよ、サッカー選手として、けどブーツさんこんなって言ってたのにクソみたいになられても困るじゃん、だから知らないっていう感じ。まあ強いて言うなら辛いことはめちゃくちゃ多いってことだよね。でもないって辛い、あだから辛いっていうか、なんかこう経験しないことをいっぱい経験するじゃん、でもそれが後になればすげえいい経験だったなってなるけど、その直面した時の動揺がすごいって、ね、あ確かにそれはある、でも笑ってればなんとかなるの。そんな